甲羅山古墳は東京都大田区田園調布にある古墳。形状は前方公園墳。荏原大古墳群を構成する古墳の一つ。東京都指定史跡に指定されている。東京都南部、武蔵野第一南西部の玉川左岸の大地延辺部に築造された大型前方公園墳である。第一条では江原大古墳群の映像が認められており、本古墳は吉光山古墳ともに、 えば大古墳群を代表する。古墳名の、蓬来は古くから見られる名称になる。これまでに1934年に土取りで公園部の3分の2が失われ、その際に埋葬施設が露出して副葬品が出土している。その他の墳丘山存部は良好に依存しており、1995年には確認調査が実施されている。墳形は前方部が、 バチ型に広がる前方五円形で前方部を南東方に向けて、吉光山古墳と向き合う。墳球は、公園部が三段築生、前方部が二段築生。墳球表面で吹き石、埴輪は認められていないほか、墳球周囲には一段のテーラスが巡らされる。主体部の埋葬施設は、公園部墳長下3メートルにおける、年度角で、発見の際に副葬品多数が出土している。 また前方部においても別の埋葬施設の存在が推測される。築造時期は古墳時代中期の4世紀末頃と推定され、吉光山古墳に先立つ築造に位置づけられるほか、多摩川下流域では最初の主町部に位置づけられる。古墳域は1955年に東京都指定旧跡に指定された後、1996年に東京都指定史跡に指定された。 現在の一帯は、玉川大公園として、史跡整備がなされている。古墳の規模は次の通り。出土品大田区立玉川大公園古墳展示室、展示。埋葬施設からの出土品は次の通り。現在、これらの出土品は、慶応義塾大学及び、大田区立郷土博物館で保管されるほか、レプリカが、大田区立玉川大公園古墳展示室で展示されている。 所在地域内への立ち入り交通アクセス関連施設、周辺駐車区出店。ありがとうございます。